マチタンいいよねに対するみんなの反応。マチタンいいよね。良い匂いしそう。隣にいたい。ほわっとしている。程よいサイズ。あの変な帽子がないと美少女だな。変な帽子かぶってても美少女だろ。帽子ないと印象変わるね。帽子をいちいちハサミでチョキチョキしてるのかわいすぎ。でも服には新品の帽子にハサミぶっ刺すやばい子って思われてそうではある。服とマチタンが絡んでる一コマいいよね。サポカのイベントがどれも好き。妙に癖になる声してる。こいつ俺のこと好きなんだろうな。驚愕通ってたら同学年の男子全員勘違いさせてそう。本人より周りのガードが硬そう。ネイチャがしごってる。イベントシナリオの影響が強いんだろうけど勘違いされやすさナンバーワンすぎる。パドックで決めポーズ取ろうとした途中で客席の俺に気づいて笑顔で手を振ってくれるの可愛すぎる。パドックのモーションいいよね。一番好きかもしれない。やばくない方の街かね。可愛いだけの馬。獲得賞金5億1752万7400円。おまるパイの方の街かね。この顔で不入は嘘でしょ。これ一番盛られてるの行くのでしょ。アニメスタッフは街かねに盛りがち。アニメの街タンは本当に絶妙なサイズなんだ。ないわけじゃないし大きいってわけでもない。ママ。でかくね。俺のことが好きかもしれないと気づいてうろたえてる。左側これ俺の存在に気づいてるよね。みんな揃って集団幻覚にかかってらっしゃる。まったく、マチタンは俺のことをだけを見てるんだぞお前らぐるぐるめ。大丈夫？笹張り刺す？罪な女ね。マチタンはクラスに一人はいる童貞でも気さくに話しかけてくれるタイプ。童貞間違えた、ぼっち。どう間違えんだよ。逆にその一人以外全員経験済みの教室なんて痛くないわ。みんな兄弟、仲良くしようぜにっこり。推しだから早く育成馬娘で追加して、星5にできる準備万全です石千個。10連1回も回せないのくさ。千個で貫突狙うとかお前がラッキーマンか何か？パドックのモーションが歌のお姉さん味を感じる。そうか、帽子といい子供番組の歌のお姉さん感があるのか。姉ちゃが守ってるなら姉ちゃを落とせばよいのでは名推理。賞をインとすれば、まず馬娘をいいよ。古事記にもそう書かれてるしな。その笑顔がトレーナーを狂わせる。後頭部か中頭部かわからない馬娘。マチタンは中頭部だぞ。でも同世代の中頭部のフラワーが飛び級とかいうことやってたりして同学年かはわからない。多分マチタンはネイチャ、ターボ、行くのと同学年だと思われる。2期7話の特殊エンディングでもブルボンとライスと同じ日に入学したような演出なんだけどね。どちらも事実としたらマチタンはダブったということに。メジロ家矢印お嬢様。成田家矢印戦闘民族。アグネス家矢印ヤバい奴ら。マチカネ家矢印天然一家。いやいやわ。知性派はどうだろう。シャカールと女帝の絡みってあったっけ。桜軍団は爆心以外も爆心だったのだらうか。血筋的にスプリンターなのがおかしいって言われるのが爆心だからきっと桜家でも異端児方面だと思う。ゴールドか。ゴルシさんとゴルシチさんは別の家定期。マチタンと異彩くらい元で幼馴染になって、よく面倒見てもらっているけどヘッあんなババア大嫌いだって言い続ける子供になって、10年くらい経ってから死ぬまで後悔し続けたい人生だった。10年間密かに抱いていた恋心は、婚約報告のハガキに添付されてきた彼氏と幸せそうに微笑むマチタンの写真によって粉々に粉砕されて、君に残されたのはもはや絶対に彼女のそばにはいられない空虚な現実のみなんだ。じゃあ俺、目覚まし時計使うから。新しいお帽子ちゃんの歌借りぜひともフルで歌ってほしい。
マチタンの育成ストーリーはひたすら可愛いけど恋愛要素一切なしでプレイヤーが片思いし続けるような感じで。早く育成させろよ。俺をいつまで全裸で待たせるつもりだ。全裸待機民おるやん。わかるぞ。ワイもカフェが来るのもう少し遅かったら風邪ひいとったわ。ライスがブルボンばっかり気にして嫉妬するマチタンも良いと思うんだ。バンド組んでギターボーカルやってそう。もう一人のギターボーカルのこと同棲してそう。そのバンドにヘリオスとドトウもいそうだな。キャラ、育成ストーリーで理事長との絡みに期待してる。鼻血やドジっ子のシーンが多いからか、他馬娘ウラライストーよりもか弱いイメージがあるマチタン。子供に優しい女性いいよね。結婚したくなる。幼稚園みたいなシーンって何のやつ？アニメっぽいけど。配布カードのムジャムジャムジャキナイスネイチャがあるやろ？あれのイラストの右端だよ。パドックで俺にって言ってる人いるけど、パドックの高さ的にきっとおませさんなショタなんだな。それはそれで。マチタンが帽子をチョキチョキしてるのは、お気に入りになるようなデザインの帽子が馬娘向けには少ないとかそういうのじゃないかな。クッソかわいいいん。早く実装してくれたまえ。あらゆる面で奇跡のキャラデザイン。次回、馬ネストにホイザのアトリエ交互期待ください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。